広い校内ホームレンガ作りの倉庫1898年頃、関西鉄道時代の杖駅現在の一番乗り場側から、杖駅は三重県伊賀市、杖町にある西日本旅客鉄道の駅である。三重県で最初に開業した駅である。当駅の所属線である関西本線と当駅を起点とする草津線との接続駅となっている。当駅は、 近畿統括本部亀山鉄道部が管轄する。草津線についても三重県と滋賀県の県境付近にある境界表までの約 1.4km の区間は亀山鉄道部の管理である。なお、当駅から関西本線鴨方面を呼び草津線方面が大阪近郊区間に入る。事務官コードは62806を使用している。 単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅で関西本線は列車交換が可能である。駅舎は単式の一番ホーム側にあり、島式の2.3番ホームへは古戦橋で連絡している。古戦橋には、告げの本と、カルタボードを掲げ、郷土の名所や松尾場所などを紹介している。 トイレは一番ホームの古線橋階段横に設置されている。明治時代の建造でかつては男女共用であったが近年改修されて男女別になった。当駅は簡易宅駅である。早朝と夕方以降は無人となるため関西本線列車から当駅で下車する場合は無人駅同様に車内の運賃箱で運賃を支払うことになる。また、 自動券売機は設置されておらず、近距離切符も窓口で購入する必要がある。窓口営業時間外に、関西本線を利用する場合は、車内の運賃箱、または、駅窓口で運賃を支払い、草津線に乗車する場合は、車掌から乗車券を購入する必要がある。移行かは、草津線方面、亀山方面及び、鴨方面とも利用できる。なお、 鴨方面と草津線方面は大阪近郊区間内であるため、運賃は最短経路で計算される。当駅には簡易効果改札機の対応になる。窓口営業時間は午前6時30分午後17時40分。伊賀上の鴨方面は1番乗り場を使用するが、朝5時台の当駅始発鴨駅は2番乗り場からの発車である。これは前日の夜に、 鴨発の最終列車が到着し、そのまま夜間留置運用となるからである。関西線亀山方面は2番乗り場、草津線は3番乗り場を使うが、草津線列車で2番乗り場から発車するものと、関西線亀山方面の列車で3番乗り場に停車するものが、わずかながら設定されている。なお、運転取扱い上は、乗り場表示と運転番線故障が逆となり、 3番乗り場が1番線、2番乗り場が2番線、1番乗り場は4番線に当たる。1番乗り場と2番乗り場の間に抽選があったが、現在は撤去されている。2番乗り場、3番乗り場と北川留置線には河線が張られているが、1番乗り場には河線は張っていない。関西本線の使用車両がキハ47系。 キハ58系機動車からキハ120系機動車に変更された時にホームが重上げされた。かつては改札工場部に反転フラップ式の列車案内表示器が設置されていたが急行、春日の廃止を機に撤去された。蒸気機関車が走っていた時代には当駅、亀山駅間の課題図のための補機機関車がここで折り返していた。 そのための給水塔や転車台があったが、今は撤去されている。ホーム北側にはかつて貨物列車の蘇生用ヤードとして使われた側線が残り、現在は草津専用電車の夜間対白用の留置線として使われている。夜間対白があるため、杖駅乗務員宿泊所がある。早朝、夜間の草津線の電車の入れ替え作業があるため、夜間から、 朝のラッシュ時間帯には運転取扱い社員がいる。駅舎西側には1890年の開業時に建てられたレンガ積みの危険貧庫がある。駅舎は建物財産表がついていないため建築年は不明。ホームの基礎はフランス積みレンガで、上屋は1890年1月と1919 19年12月付の 建物財産表が付いたものが減損している。また、2.3番乗り場の亀山方には、海抜243メートルと、関数字で書かれた、当駅の標高243メートルを示す、木製の標柱が立っている。民営化当初は、奈良方面から0時過ぎに当駅に到着する列車が、設定されていた。三重県統計省によると、 近年の1日平均乗車辞任は以下の通り。この数字には各線の乗り換え客は含まれていない。杉田シー営業所駅の南には旧伊賀街道とその宿場町が残るが、駅周囲には特に市街地は形成されていない。乗り換え駅として賑わっていた頃には駅前に旅館が軒を連ねていた。駅前広場には告げタクシーがまたかつて告げ駅内外で 駅弁当を販売していた中村屋が改装し喫茶と売店をそれぞれ細々と営業している。なお南に1キロメートルほどのところを名阪国道が走り、当駅からは伊賀インターチェンジが最寄りとなる。14伊賀焼譲るさなぐの千葉を生まれし、告げの駅線路左に分かれれば名は、沼道は草津まで15鈴鹿の山のトンネルをくぐれば早も、 伊勢の国筆者さんの風景を見ようや席より汽車降りてと歌われている。トンネルとは、カダトンネルのことである。ありがとうございます。